エンタメルール選手の金の問題にもしっかりと決着をつけなくてはなりません。もちろんふるさとの皆様などの命と暮らしを守る政策、そしてこのふるさとの農業を守る政策、それを進めることが第一であります。しかしその前提となるのはやっぱり今の政治を変えていくこと、私たちの手に政治を取り戻すこと、このことをまず進めなくてはいけません。そのために地元の代表者としてまた再度私金子恵美を皆様の手でお力で国政にお送りいただきますようお願いいたします。今回4期目の衆議院選挙でございます。参議院議員時代から地元の皆様には大変お世話になりましたが、4期目、しかも今回は選挙区割りも変わり、足立地方、二本松、こちらも入ってきます。まずは地元の皆様方のお力をいただき、そしてここではしっかりと勝利をさせていただき、そしてまた新しい選挙区となった地域でも力をつけていきたい、そのように思っているところでございます。どうか最後の最後まで皆様方の力をお借りいただきますようお願いいたします。この地域が少子高齢化やさまざまな課題を残す、取り残されたその地域にならないように、本当の大切なふるさとは私たちの今立っているこの地です。ここから多くの方々がまたこのふるさとに育って、生まれて育ってよかったと、そのように言っていただけるような力をまた一つにして、素晴らしいふるさとを次の世代にも残していけるように、私は先頭に立って頑張っていきたいと思いますので、どうかどうか温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。最後まで金子恵美、金子恵美、金子恵美と皆様方の温かいご声援を賜りますよう心からお願いいたします。今日は急に声かけていただいたよっていう声もありましたけれども、急なお願いにもかかわらずこのように多くの皆様方にお集まりいただきましたことを心から御礼申し上げます。そしてここまで伺いまして皆様方とお会いできたことを本当に嬉しく思います。力をいただきました。最後まで全力で頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。